前方大橋北爪の交差点に来ました。まあ、渡ってきた橋は前方大橋という名前の橋になるそうです。よいしょ。すごいな。何か、ああ、線路を間に作ってるんですね。へえ。間に仮の線路を通すんですよね。へえ。こっち側もこの、あ、なるほど。ああ、多分左側のは仮の線路だよね。この真ん中の線路はもともと線路なんでしょうね。で、この左側のぐにゅっと曲がったのが仮の線路なんでしょうね。で、もともとの線路がこうあってあって、なんか撤去して、仮の線路がこういうふうにこう、設置されていると。そんな感じなんでしょうね。こっち側はどうなんやろ。だからそうか。こっち側にはもう広がってるんや。なるほど。一車線分。一路線分。福駅の方を歩いております。国道43号線と逆側ですね、のを歩いております。富士電機、富士電機言うたら自販機、これ福駅へ向かう途中の高架道路、これが新しいですね。この一番右側、こちら側、これは新しいですね。で、これが古い、ね、3本、トラッキーですね。これなかなかやな、すごいな、これ結構迫力あるね。ここはこの建築資材が置いてますね。ご迷惑をおかけします。鉄道橋の高架工事を行っています。令和14年3月31日まで。令和14年ってあと11年先、10年ほど先ですね。すごいな。発注者阪神電気鉄道、施工者奥村、清水、森本、共同体、すごいな。先ほどの場所からもう少し福駅の方に、
近づきました。ここにも工事の看板がですね、割ってますね。ここには踏切があったようですが、工事に伴って踏切がもう閉鎖されてますね。こっちは福駅方面ですね。でこちらが国道43号線方面ですね。よし、こちらが福町の駅ですね。まっすぐ大阪寄りのところに来ております。こちらに、ああなるほど、仮の駅がホームができてますね。この間に、またこちらに線路を移して、で一番左の真ん中に移して、で一番左国道43号線側にスペースを作って、そこに高架を建設して、で線路を移して、でまた真ん中のところに高架を作って、一番右側の線路を高架に移すという、そういう方式ですね。なかなか複雑な方式ですね、が取られるようですね。阪神電車の阪神難波線ですね。福町の駅に到着しました。これは、仮のホームですね。大阪難波方面の仮のホームができております。尼崎方面は回り込んで向こうから行かなあかんみたいですね。ここですね。福町の駅ですね。こっちから淀川が流れております。西淀川区になります。千舟病院という大きい病院がありますね。福井駅西の駅ですね。この辺り、ああなるほど、そこに高架、こう高架まで高架になるんでしょうね。この踏切も、将来的には除去されるんでしょうね。福駅ですね、ここも高架駅最終的にはなりますね。ただ、まあ、完成には10年ぐらいかかるようですけど、で、左側に仮のホームを設置して、線路を左側のに移して、でこちらの、ね、線路もまた右側、左側に移して、でこちらの方に一番右側に、高架の線路を建設して、でまたこの高架の方に一つ移して、で空いたところにまた高架を作って、一番左側の線路をまた高架に移すという、気の遠くなるような作業工程ですね、のようです。以上ですね、淀川の、鉄橋架け替え工事に伴うですね、電報駅、福駅の高架化工事、この辺を、取材を終えたいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。